三、ね、あち。どうも、岡野ゼミナール、140回目となりました。まあ、今大変な時代でですね、菅官房長官がですね、首相、総理大臣となりました。2019年の、5月にですね、確か、訪米を菅官房長官がして、その時に国際金融資本家、いわゆるディープステートというか、世界の本当の指導層と、菅官房長官がおそらく、会ってるはずです。でその菅官房長官というのは実は、二階派と創価学会で、まあ要はアイヌ新法というものを通して日本と北海道をこう分断させるような新しい流れを作っています。ということは、創価学会っていうのは今国交省大臣、潤沢なお金を使えてですね、さらに海上保安庁を国交省が、要は握ってますから、要はですね国交省に創価学会の大臣になってから小生は尖閣諸島にですね、シナの船がですね結構来てるようになったと解釈してますから、まあそういったところも合わさってますし、1972年の、日中国交正常化ですね、この時に、まあ、田中角栄さんの、ではなくて池田大作さんがですね、結局チャイナと日本を間を取り持ってですね、でかつ、創価大学に一番初めに留学させたのがシナ人、チャイニーズを留学させたのが創価大学になっているという形になっています。つまり一番の親中派は、創価学会であるということを、まあ、お伝えしたんですけども、 CSIS って言ってジョセフ・ナイ、あとはアミテージですね、つまりトランプの共和党であって、トランプの前の共和党の主流派であったジャパンハンドラーと言われる人たちが、今井補佐官と二階官房長官と、あとは創価学会がチャイナのスパイであるということを、英文でございますが発表しました。でそこにですねプラス、サイレントインベージョンって言ってハミルトン教授、オーストラリアの教授がですね、チャイナヘディングヘンズっていう、まあ論文というかそちらにですね創価学会の名前を名指しで入れていました。ということはですね、創価学会っていうのが一番のチャイナの親中的な組織であるっていうのを、日本語ではなく英語の論文から、それぞれが発表してまして、そこに創価学会インターナショナルがですね日本語訳をさせないようにいろいろと動いているという噂を、小耳に挟んでいます。というふうな形でですね、でまあちょっと話をですね菅官房長官に戻すんですけれども、北海道の IR、 さらにですね、もう一個が何でしたかね、ウポポイ博物館ですね。こちらのウポポイ博物館、つまり博物館とか美術館とかっていうのは普通通常はですね、なんていうんですかね、文部省ですね、文部省マターというかそちらから補助金をもらって全国の博物館でこうみんなで仕分けるっていう形なんですけれども、これをですね国交省マターといいますか、国交省が予算を決めて、でそれを、直接ウポポイに渡して、でまあ一応管理に関しては文部省がやってるらしいんですが、お金の財源に関しては国交省、国交省大臣誰ですか、赤羽さんですね、つまり創価学会なんです。公明党が実はアイヌ新法とかを、
予算をどれだけ出すかっていう引っ張り出すですね、権限を持てるような形になっている。でですね、アイヌって言われてもですね、あまりパッと来ないんですけれども、ゲンって言ってですね、モンゴルが、このチャイナの大陸を統治してた時にですね、オホーツク族、オホーツク人っていうのがですね、オホーツクの方にいたんですけれども、これはですね、ゲンがあまりに力を持ったということで虐げられるということで、鎌倉時代、要は12世紀とかなので1300年代ぐらいだと思うんですけども、とか1200年代ぐらいだと思うんですけども、この、1100年とか1200年ぐらいにですね、ゲンがいじめてくるということで北海道まで逃げてきたと。これが1100年とか、1200年なので、700年とか、800年とかそれぐらい前のお話なんですね。それでは北海道に、アイヌの人たちの前に誰も住んでなかったのかというと住んでるんですね。つまり縄文人って言ってですね、我々のご先祖様、同じ、縄文人がですね、少なく見積もっても1万年2万年は住んでる。青森の方とかに8000年前のそういった貝塚とかが見つかってますから、少なくとも1万年以上はこちらに縄文人が住んでいますと。ということはですね、アイヌ神宝っていうのはどういうことなのかと申し上げますと、例えばインディアンっていうのはですね、これは縄文人と言われていますね。つまり、トライ人だったり弥生人とかがこう入ってきてますから、日本の場合はいろんな民族が入ってきて混血をしてるんですけれども、その縄文人が千島列島を渡ったりとかですね、船の技術が、九州の方ですね、その船を作る技術があるので、そこで渡ってですね、オーストラリアだったりとかハワイだったりとか、そこら辺に行ってる人たちもいるんですけれども、ほとんどその縄文人、1万年ぐらい前とか何千年前とかにアメリカ大陸だったりとか、そういったオーストラリアだったりとか、そういった太平洋にある浮かぶ島々に行った縄文人というのはですね、もうほとんどの人は混血しない状態になっています。ですから、この縄文人というのが、1万年とか何千年前に、もっと太陽に歩いた人たちが、行ってた先住民族っていうのがいたんですね。そこに、東方伝聞録って言ってですね、マルコ・ポーロ、こちらが、一番こう東の国、日本、ジパン、それでジャパンなんですけども、こちらにですね、たくさんの金があるということで、コロンブスが、太平洋じゃなくて大西洋ですね、大西洋の方に船を進めるとアメリカが見つかったんですけれども、インドだと勘違いしてインディアンという形になっているんですが、そこには、大体1000万とか3000万ぐらいのインディアンが、カナダインディアンとかアメリカンインディアンとかいたんじゃないのかなと言われてるんですけど、これをですね、全部滅ぼしてしまったんですね。どういうふうに滅ぼしたかと申し上げますと、もう居留地に詰め込んでですね、最終的に1000万とか3000万だの30万まで殺してしまったんですね。そういうふうに、もともといたネイティブアメリカン、インディアン、名前も全部あまりにもひどいんですけれども、こちらをですね、ピューリタンといって異教徒ですね、つまりヨーロッパの、そういった古い伝統に合わない、小生はユダヤ人が中心にアメリカ大陸に移ってると思ってるんですけれども、自分たちと違う民族を完全に淘汰してしまったんですね。つまりこういった人種差別があったりとか、もう本当にヒトラーとかのホロコーストどころじゃない本当の民族淘汰、あるジェノサイドをしたんですね。これをですね、日本も、アイヌ民族にしたんだというふうな形の、要は、間違った歴史観を植え付けようとしてた。しかしそれが実は
蓋を開けてみると全くそのそういったことをしないのも実は自民党の、小生も尊敬している青山繁晴さんだったり長尾さんだったりとかもアイヌ新法を調印したというか認めてしまったんですね。つまり日本が人種差別をしたんだと、もともとの原住民をいじめ尽くしたんだというのは国家が、認めさせてしまった。このアイヌ新法を通したことによって、北海道という土地をですねアイヌの皆さんに返すんだと。しかしアイヌの人が住む前に日本列島に住んでた人は誰ですかって言ったら縄文人なんですね。この間違った歴史観を作ったことによって、ウポポイ博物館だったりとかそういった IR 法案だったりとかそれを公明党と一緒に組んでやってたのが菅官房長官なんですね。で確か菅官房長官は横浜の選挙権でですね、いわゆる創価学会の、いわゆる何ですかね、創価学会の婦人部だったりとかそういった人たちの支持母体がないと、要は菅官房長官は政治家になることもできなかったということはですね、安倍晋三よりもさらに、創価学会に、いわゆる、こう握られた総理大臣がこれから出てくるということが簡単にわかるんですね。でさらにですね、創価学会の、副会長と、菅さんが仲良く話してるっていうのもいろいろと、聞いております。ということは公明党と、自民党ではなくて創価学会と自民党という形で今動いている状態になっています。つまり、この CSIS っていうジャパンハンドラー系のシンクタンクが、この二階派と創価学会あと今井さんの補佐官をスパイであるということを名指しで言った、ね、でさらに今回大阪都構想のそういった政策顧問というか政策をほとんど書いたのが竹中平蔵と、この竹中平蔵っていうのが非常にくせ者でございまして、構造改革といって日本的な経営とか日本的なものを、正社員と、雇用と、パートさんという形でこうヒエラルキーを作ったわけですね。そういう新自由主義者の権化が今回橋本徹の作った日本維新の会の政策を作ったと。じゃあどういうことなのかというと、これから創価学会っていう組織がですね、こういったウポポイだったりとかですね、あとは芸能界だったりメディアだったり、さまざまな場所で工作をしてます。でさらに選挙になってもですね、創価学会と書いた人が670万とか680万ぐらい、もう要は700万弱の人がですね、創価学会と書いてますから、で実際に選挙に行ける人は1億人いるのにもかかわらず4900万人ぐらいしか選挙に行けませんから、そのうちの 10% 以上を創価学会が動かせているという証拠になっているんですね。ですからこれが、今日本で起きていることなんです。つまり菅官房長官が、総理大臣に今回なりましたから、どういうふうな日本にこれからなっていくのかっていうのはある程度予想がつく。でさらに言えば、しかし予想はつくんですが、NSC って言って、まあ、その日本のインテリジェンス機関が、来年からできて、で、まあ、口を酸っぱく言ってるんですけども、8月の5日とか6日に茂木外相がですね、5 eyes を6 eyes、 つまり日本に入ってほしいと。ということは日本のインテリジェンス機関ができるのと連動して動いている形になっている。じゃあこれはどういうことかと申し上げますと、
これから創価学会が、歴史的価値がなくなるので創価学会のやってたことを日本維新の会にさせたいというふうに、いわゆる国際金融資本家が、日本のジャパンハンドラーが、一番の自虐史観ウォーギルトインフォメーションプログラムで動く代理人を変えようとしている可能性もあるんですね。ということは菅官房長官がほとんど動けずに終わってしまう可能性も若干なんですけどもある。これからどうなるのかというと非常に難しい問題でもあるんですけれども、そういうふうにですね、菅官房長官と創価学会と、橋本徹と、要は日本維新の会ですね、こちらこう複雑に絡み合う。で今回の、おそらく大阪都構想は詳細は反対を入れるんですが、おそらく通るでしょう。なぜならば今回は創価学会が後ろにいるからです。創価学会が後ろにつくと小池百合子も東京都知事になります。玉城デニーも正木さんという人とが勝つと言われたのに、創価学会で婦人部が4万票を裏切ったことでちょうど8万票ほど負けていると。ということは創価学会が動いたところが勝つになっている。しかし若者はですね、もう創価学会から離れている。じゃあなぜ外国人を創価学会が入れようと暗躍しているのか、竹中平蔵と一緒に動いているのか。もう外国人を創価学会に入れること以外、もう日本人はもう創価学会に入りたくないんです。もう創価学会なんかやりたくないと、そういう人が増えているんです。そうなってくると非常にですね、創価学会の力、人数の倍、動ける若者、これがどん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 いなくなってくる。これがいなくなってきたら創価学会は自然消滅していきます。しかし外国人をどん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 入れていったりとかすると、まあ少しはまだ持つかもしれない。そういった、瀬戸際のところで、公明党も創価学会も自分たちのいわゆる、生き残りをかけて命がけで動いていると。しかしもう尻すぼみしてきている。さらに言えばアメリカのシンクタンクだったりとか海外のアカデミックが創価学会を攻撃してきている。これに便乗して我々日本人、多くの日本人が創価学会の存在に気づけば勝手に潰れていく可能性も多々にあると。この複雑な動きをまあ理解している人がどれだけいるかっていうのは結構大きな問題なのかなと思います。それではまた会おうということで、それではチャオチャオ。